ジュゼッペ・ビアーバは、イタリアセリアーテ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。アタランタ BC ユース出身。UCRB のレフヘニテデビューし、カブリーグを主にプレーした。クラブの上位進出に貢献し、セリエ B にまでたどり着いた。2004年1月31日に、セリエ A 昇格を目指す US チッタリパレルモニ移籍。 フランチェスコ・グリドリンの下で昇格を果たした。アンドレア・バルザッギーや、クリスティアン・ザッカルドラとのコンビネーションで、攻撃的なチームを支えた。2008年6月19日、ジェノアに移籍。マッテオ・フェラーリ、ドメニコ・クリシート、サルバトー・レ・ボッケッティラとディフェンスラインを構築し、ジェノアのリーグ5位に貢献した。2009年も、新加入のソクラティス・パパスタ・ソブロスラと引き続き、 DF ラインを形成していたが、ダリオ大ネッリの加入に伴い、2010年2月1日に SS ラツヨへ2年契約で移籍。2014年7月、地元のクラブである、アタランタ BC にフリートランスファーで加入した。シーズン終了に伴い契約が満了し、ベルガムのクラブを退団した。2016年に指導者へ転身し、セリエ D に所属する AC ポンテサンペートロイコール E。 ゾラのユースを指導。2017から18シーズンよりフルス・アルビーノレフフェのベレッティで監督を務めることが発表された。ありがとうございます。